なって思います。みゆさん50以内のありがとう。だからミクチャで ST の曲来ても却下するかもしれないけど、嫌ってわけじゃないからね 他のメンバーが歌ってるから私は違うのを歌おうかなと思って。マスオさん金魚ありがとうございます。お、みほりんツイート毎日してくれるね。今から運転、見る側もやる側もめっちゃ楽しんでる。そう、でも8月11日まで限定、多分その後は配信ないと思うんだけど。今から運転、出勤ですか？ご安全にいってらっしゃい。リコチね、なんかね なんか心が折れてたのよ。しょげてたの。でももうすぐ元気になったからよかったと思って。リコチ夜に病んじゃうとね、ずっと病んじゃう時あるから ちょっと気になったけど。そう、青春のラップタイム歌えるかな。サビは歌えるかな。歌ってみようか、ミクチャで。おはようございます。爽やかさん金魚ありがとうございます。8月11日も朝配信してほしいな。誕生日、あ、そうなん。ママと1日違いじゃん。おはようございます。土木の仕事してるから外は暑い。そっか、一日中外って感じよね、ほぼほぼ。大変、気をつけてくださいね。でもなんか普段外にいる人って慣れとんかな、暑さに。私はたまに出る人だからめちゃめちゃ暑いのしんどいです。そう、8月2日一番最初に配信した時の、ミクチャ配信した時のランキングかけたのでめっちゃ斜めになったけど、またミクチャでも見せますね。外暑いよね 余裕って、さすが。おはようございます。みんなおはよう。初見さんもおはようございます。ね、ママと誕生日もツアーも一つ違い やばいですねって。ミクチェでまた会いましょう。かまたね、小五郎さん。かまたね。何時？まだ大丈夫？ 15 分の出ないね。もうちょっとかな。私コメント来ないとほぼほぼ喋れないから コメントくださいね。コメントお待ちしてます。14分8秒、まだまだだった。夢逃げミクチャあった気がする。歌わんかったっけ、一回歌ってなかったっけ。コメントってきた。そういうコメントってことじゃないよ 話題を出してほしいのよ。おはようございます。嬉しい。田村ゆりさん、わかんない。ゆなも前の誕生日プレゼント？ええー、川又家特に誕生日プレゼントという習慣がなくて。なんかあげようか。何がいいかね。もうぼちぼちなお年なんですよ ぼちぼちな。知ってる人は知ってるね。愛媛公園台風気をつけます。確かに船で来る方とかいるのかな、愛媛。風で大丈夫かな。あ、あれ？ホームテレビ、あの高校野球のやってるアナウンサーさんかな。夢逃げ最近めっちゃ聞いてるって 最近朝配信の後は、朝配信の後はご飯食べて、昨日は何してたっけ？朝配信終わって
でご飯食べて歯磨きとかしてちょっとダラダラして気が向いたら勉強してお昼食べてでまたちょっとダラダラしてって感じそんな感じ、ダラダラとお勉強の繰り返しかな。そんながっつり勉強してるわけじゃないからね。そんなお勉強偉いとか言わないでよお、さやかさん、お仕事頑張ってください。みくちゃんお願いします。はにゃって、ゆなまま何歳だっけって。現在2位らしいけど貢献する方法が分かりません。なんか星投げみたいな感じでコインを集めに行くんですよ。星集めみたいに。コインをツイッターシェア、ログインのコイン、あと動画、ゲームの広告の動画とかを見て、それでコインを貯めて、コインをショールームでいうハートとかのギフトに変えてギフトすることが、ギフティングすることができます。お、15分経過、14日、ありがとうございます。キキちゃんのスリープ、イエス、多分そう、メイビーメイビー、多分そうだよ。キキちゃんスリーピング、キキちゃんイズスリーピング now。 今日はね、めっちゃ早く目が覚めて5時半に目が覚めたんですよ。そう、そっからなんかママとおしゃべりとかして6時頃起き上がりました。ダラダラするときは扇風機の前ですかね。エアコンの効いたリビングですねテレビ見たりとかダラダラしてます。コイン山分けボックスみたいなの面白い。あ、リトボっていうやつね。なんかファンの方がコインを投げたら一緒に見てるそのリスナーさん、他のファンの方がコインをもらえるみたいな、ファンの方からファンの方へコインのプレゼントみたいな感じです。そう、ママ48。あー、よかったねママよかったねママ。めくちゃ見てポイント貯めることが必要。そのなんかね、ツイッターシェアを2ルームできるんですよ。2つのルーム、だから STU2 期研究生のあれとなんか違う人のとこのルームをシェアするとコインがもらえます。 2倍ってわけじゃないけど、2つのルームが限界らしい。そう、超早起き。キキちゃんね、今日は早いのでまだ寝てますね。推し変したら姫たん怒るかね。怒るんじゃない、怒らん。姫たん怒ったらかわいそう。ファンも増えるから一石二鳥。お、6時50分ありがとうございます。アンナちゃんがゆなゆなが撮ってくれたレモンジュース見たって。そうなんですよ、めっちゃ髪振ってて超元気って思ってついつい撮っちゃいました。どこにも出さないけどね、アンナちゃんに見せただけ。お、ホリちゃんさん、いってらっしゃい、顔またね。じゃあね、こっちの配信も終わろうと思います。この後はミクチョに移動してください。みくちゃさんの方でまた配信します。ショールームはね、また夜時間があったらすると思うので、またメールかなんかでお知らせしますね。はい、ということでランキングいきますね。みくちゃ7時からです。もうすぐ移動しちゃってください。それではランキングいきます。13位ほりちゃんさん、12位星野まさきさん、11位なるみさん、10位てつおさん、9位みゆさん、8位あおきじさん、7位あきらさん、6位ますおさん、5位浴衣の方、4位やすべいさん、3位ヤマポンさん、2位タカさん、1位あやさん。はい、壇上の皆さんありがとうございます、ありがとうございます。ということでショールームの朝の配信は
これで終わろうと思います。この後はミクチャ7時からぜひぜひコインとかで集めてギフティングしてもらえると助かります。1位で最後まで頑張れるように、1位で最後までいけれるように頑張ります。ということで今日のショールーム配信見てくださった皆さんありがとうございました。せーの、皆さん、はーい、ありがとうございます。ありがとう。はい、ということで配信終わります。5、4、3、2、1、川またねー、いってらっしゃい、みくちゃでゴー。